と、皆さん来てますよ、来てますよ。よし、見てください。この汁めちゃめちゃうまいし、これ。フランスのね、家庭料理もここまで来たらもう、シャポです。今日はですね、鶏肉のガストン・ジェラール。ね、僕調べたんですけど、ガストン・ジェラールっていうのはね、なんか人の名前らしいです。マダム・ガストン・ジェラール。すいません、わかんないですよね。これはなんかブルゴーニュの何かその市長さんの奥さんで、お客さんが招待した時に間違えてパプリカをどっさり入れてしまったと。それから、この料理が美味しいというので広まったみたいですね。まあ何でもありですよね。それでは、プレガストンジェラー。では材料です。まずもも肉ね、絶対買いやす2枚で国産もも肉 100g 当たり98円ね、結構安いですよね。いいの見つけてまいりました。そして、茹でたちょっと固め茹でた、男爵芋、そして玉ねぎのみじん切り、白ワインで、間違ってたくさん入れたパプリカ、ギャバンのパプリカです。そして最後に生クリームとディジョンマスタード、なければからしで結構です、を上にかけて、で、このチーズね、ナチュラルコンテねを削って、180度で、まあ、15分から20分焼き上げて出来上がりです。はい、まず鶏肉ね、まあ、ご家庭用なのでね、こういう皮とか我々丁寧に取るんですけど、ご家庭で取るとね、もったいないので、大体筋の方はこれ小さく切っておきましょう。ね、こういう軟骨もあるんですけどね、軟骨も結構おいしいですから。ここに、塩コショウします。軽く白いコショウです。はい、そうしましたら鶏肉を焼き上げます。はい、それではフライパンで、今日は多めのバターで焼き上げます。まあオリーブオイル入れてもいいんですけどね。はい、強火で。はい、バターの場合はちょっとね茶色くなってから入れます。はい、皮から、この皮をね、もうパリッと焼けたら鶏肉料理はもう 50% 出来上がったのも同じです。はい、皆さん、はい、見てくださいね、バターで強火でこんな感じね。もうここまで焼けたらもうこっちのもんですね。ずっと強火です。はい、そうしましたら玉ねぎを入れます。はい、すかさず間違ったパプリカを入れます。ね、パプリカをたくさん入れるとハンガリー風になるんですよね。前も以前やりましたけど、フランスの方もパプリカ大好きですから、こうやって一緒に焼いてあげます。パプリカもこうやってね、焼きますと香りが、パプリカの色と香りが立ちますので、これずっとはいはいはい、いきますいきますいきます
ずっと僕強火ですけどね、皆さんの自信がなかったら中火にしちゃってください。はい、また皮面をこうやってね、香ばしく焼きますとね、パプリカの香りと色がわーっと出てまいります。そうしましたらここに白ワインを入れます。これオーブンでだいたい15分ぐらい焼き色をつけますので、だいたいそうですね、6割か7割鶏肉に火が入っていれば OK です。ちょっと味見をします。ちょっとこうね、鶏肉に上からこうかけてあげて、軽く塩コショウします。軽くです、白いコショウです。2、3分、お芋も中に入れたいので、どうしましょう、もう乱切りにして、はい、5、6分経ちましたので火を消して、このまんまニトリの鍋です。ニトリ鍋、そして先ほどの芋を押し込んでいただいて、そして生クリームとディジョンマスタードを混ぜていただいて、これよく溶かして、上からべっちょり、お芋の上に、お芋の上にこう乗っけるようなイメージですね。ではコンテをたっぷり、コンテがなければね、こういうチーズ、何でもピザ用のチーズでもいいですし、コンテがあると、180度で15分か20分焼き上げます。下段です。Hey, let's go! Go, go! Trois, deux, un, zéro! Hey, じゃじゃじゃん。おっと、皆さん来てますよ、来てますよ。よし、見てください。これやばいっす。はい、出来上がりです。素晴らしいですね。いい感じで焼き上がっております。お芋も美味しそうです。なんつってもこの、皆さん見てください、この汁ですよ、汁。これもたまんないですよ。これね、パスタとか残ったらパスタとかなんかつけて召し上がってください。まずこの汁を、チーズが効いてて、もう塩味もバッチリですね。お芋もほっこほこね、
鶏肉も完全に、ほら見てください、完全に火が通っております。熱々です。熱いと。では合わせ場合はフランスブルゴーニュコートジュシャロネーズ、モンタニープルミエクリュモンキュー出生でございます。シャルトネでございます。青リンゴの香りが素敵です。スープカレーって今この汁、この汁がめちゃめちゃうまいし、これフランスのね、家庭料理もここまで来たらもうシャポです。汁がたまりません。ダブルグーです。どうぞ。これがようやく涼しくなりましたから、こういうねフランスの、ブルゴーニュのマダムガストン・ジェラール風も皆さんこれからね、集まって、夏の暑い、ところをこれからこのがっつりした、煮込みで、過ごして、ください。グーです。